メンタルが強いと思う歌い手ベスト5。第5位、イレイス・ナイコくん。去年いろいろ炎上とかもしたと思うんですけど、次の日に普通にお祭りとかをしてて、何事もなかったようにね、続けてたので、強いなっていうふうに思いました。第4位、あまねくん。自分の借金のことをネタにして、負債っていう名前で活動したりとか、彼女バレしちゃって、炎上して、フリーダムを脱退して、炎上に強いなっていうふうには思いました。二十歳であれやばくない？第3位、ポケ仮面。何事もね、人生をネタにしてしまうっていう、そのメンタルの強さ、すごいなって本当に思う。はい、第2位、私。で、たとえ日本で生きていけなくなったとしても、海外で暮らせばよくねぐらいのマインドで活動します。なので、はい、第1位、ひとぷり七森。歌い手界隈とかいうレベルじゃない、いろんな界隈からね、バンバンね、叩かれたりとかしてる中で、ラジオでも自分の本名を晒したりとかね、本当に失うものがある意味なくなった人みたいな感じで、本ってすげえ面白くなったし、もう最強だなって思ってます。